はいどうもわけですなん,なんと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  FIFA の公式サポーターに選出されちゃいました <laughs> まあ FIFA っていうこサッカーの世界的な団体があります今年2018年ロシアでワールドカップロシアワールドカップが開催されますその主催のね主催の団体の公式サポーターとして選ばれました 公式って言ったらあれだけど、公認サポーターっていう感じかな。日本語版は正直ないので、英語の名前しかないんですけど、ファンムーブメント、サポーティットバイフィファっていうのが正式名称。なので、そこだけちょっとミックスされてる方がいたら、ご了承ください。まあ、特になんだろうな、YouTube ないし、ブログとかいろんな場所であるような、こう、FIFA とかそういう団体、日本の会社、自分とかじゃなくても、完全に自分でやってるから、あまりそういう日本の事情とかよくわかりません。 で、今回のこのファンムーメントサポーティットバイファっていうのは何かっていうとグローバルのプログラムなんですね。世界中に自分と同じように選出されてる方々がいて、で、その人たちがハッシュタグ w e l i v e フットボールハッシュタグ w e l i v e フットボールっていうのを使ってちょっと SNS 上で YouTube だったり、インスタだったり、えー、Twitter だったり、Facebook だったり、ブログだったりでなんかこう発信していきましょうみたいな企画です。で、今回それをやるにあたってなんかお手紙が届いてたのでちょっと紹介したいと思います。 じゃじゃん。ジャジャ <laughs> こんなお手紙を届けました。ご覧の通り、ハッシュタグ WeLiveLiveFootball って書いてあります。で、その裏面に文字が書いてあるんですけど、読んでいくと、はい <Ak>、えー、あきら、えこんにちは。Welcome to t h e v e f o o t b a l l in Japan セグワードようこそ、この企画の日本舞台に、っていう形書いてあります。っていうのも、このグローバルであるので、日本の舞台の一人としてやってます。なので、おそらく全員は知らないんですけど、多分日本人でも、 5人から10人ぐらい。多くても10だと思うけど、5人から10人ぐらい選出されています。私たちは、えー、あなたの写真とか、ブログ、動画とかで、いろんな方々との出会いだったり、サッカーのパッションを見ることが待ちきれませんと。Let's celebrate! えー、一緒にゲームを盛り上げていきましょうみたいな内容を書いてあります。で、最後に、えー、PS、Enjoy the gift。ギフト楽しんでくださいね。 書いててあっっ何かと思ったらこの手紙と同梱されてた粗品があるんですね <laughs> でそれを今回紹介していきたいと思いますまず1個目こちらまだ開けてないんだけどなんかアディダスのここに紐がついてる両サイドに紐がついててなんかシューズとか入れたり洋服とか入れるようなカバン使わねえって正直思っちゃった ででまだ開けけてないですけど小学生の時とか使ってたようなカバンとかシューズ入れるケースもし欲しい人いたらあげます多分続いて2つ目こちらこれは嬉しいんだよねこれ何か分かりますかサッカー見てる方は分かるかもしれませんがキャプテンマークですこれがベリベリってなっててあっこんなんがあるんだ落とさないようにバンドがついてますでこれを そらこのバンドを通してからの、からの、結構難しいんだね、これ。よっ、こんな感じ。多分、ちょっと今、普通の T シャツだからダサいけど、こんな感じになる。キャプテンマーク。で、これをつけて、ライビングフットボール、FIFA って書いてあるんですよ。なので、これをね、つけて、待ち撮りしたり、いつものように、写真、うわ、撮れな、ね、い。いつものように、 動画とか写真を撮るというような感じです。いいねこれはいいね。これは嬉しい。ただ、日本の色も青だから、黄色とかが良かったよね、これが。じゃないとあんまり生えない。で、続いて。つってもこれが最後かな。続いて、こちら。開けると、もう一回開けちゃったんだけど、開けると、じゃじゃーん。FIFA。ってあって。で、何かなと思ったら、モバイル充電器。 ファイル充電器なんですよね <laughs>。正直、その、インフルエンサーの人たちが、ガンガンスマホで発信するから、分かってるな、ありがたいなと思ってすげえ嬉しかったんだけど、しかもなんかかっこいいじゃん、この、このサイズ感とこの質、ちょっとかっこいいじゃん。けど、見てたら、6000mAh、6000mAh なんだよね。キャッパが。ってことは、iPhone1、 一回充電 ?1.5 回ぐらいしか充電多分できないよね。正直これもあんま使わないと思う。だからこれもなんか、後日、あればプレゼント、企画的なやつで、誰かにあげちゃおうかなと思ってます。ただ、モバイルバッテリーって、郵送するの大変だから、うーんって感じですね。まあ、こんなものをもらいました。で、まあこんな感じで、えー、品物をもらって、今回、えー、ロシアのワールドカップで、 発信していきますただ、この企画は別に本当は、ロシアのワールドカップだけじゃなくて、サッカー全体でいいんですよね。なので、世界中である、例えば、先日、レアル・マドリードと、えー、リバプールとか、そういった試合でも、ハッシュタグつけてわーって発信したり、自分がなんか、喋ってくってことも、ありっちゃありです。オフィシャルとして。ただ、日本代表戦以外、そんなに興味がない、正直。ので、自分はあまりやってこなかったです。興味がないって言いつ,つも、一応応援しているチームは、 これですよ。日本の J リーグのチームですが、えカ、ー、シレイソル。代表以外で一番応援してと言えば、まあカシャレイソル。このユニフォームも、ちょっとロシア持ってこうかなって思ってます。で、こっからはちょっと、ロシアタビの話になっていきますが、今回ね、何を着てこうかなと思っていて、一応、買ったんですよ、新しいやつ。新しい2018年度モデルの、サムライブルーの。勝ち色だっけ勝ち色みたいな。この新しいやつ、買いました。ただ、 え、わざわざ日本から買ったんだけど、背番号を入れたいんですよ。発表されたら、その、ロシアに行くメンバーが誰かわかんなかったから、発表されたら、こう背番号入れようかなとか、なんか自分の名前入れようかなとか、思ってたんだけど、発表もギリギリだったし、なんかちょっと日本代表今、はーって感じなので、ちょっとまだクー空欄です。で、もし、えー、ロンドンのアディダスショップで、日本のあの、フォントがあって、 背番号入れれるのであれば、ロンドンのアリダスショップに今から行って、ちょっと何か入れてこようかなと思ってます。なんで、もし何かアイディアあれば、ここ、募集します。ちなみに、新品なので、まだ値札もついてます。こんな感じ。番号入れれれば、これも来てきます。もし入れられなくても、ま、一応持ってきます。最新のやつ。で、あとは、ま、よく動画にも出てきてますが、これ。ブラジルの時のモデルですね。この赤いやつ。で、これはもう自分の名前入ってます。 自分の名前。めっちゃ目立つっしょ。めっちゃ目立つ。アキラ26って入ってます。ただ、まあ、結局こうユニフォーム着て、どうせなんだろうな。こう日の丸とかはバーッて背ってるから、背中はあんまり見えない、正直。だから意外と表の方が大事。なんだよね。 もしくは、もしくは、ちょっとこう、お祭りだから、着物を着てくとか、まあ、ベタすぎるけどね、着物を着てくとか、忍者とか、なんか相撲のすげえでっかいコスプレのやつ持ってくとか、なんかやりたいなって思ってます。ただ、今回、基本は一人なので、現地で何か合うけど、基本は一人で行こうかなと思ってるので、なんか一人でも行けるような。 本当は例えば3人とかで一緒に同じ格好した方が面白いんだけどなんか一人でもギリ行けるようなやつがあればいいなって考えてます。なんでもし何かあれば教えてください。で、今回行くロシア旅ですが自分はおそらく2週間、約2週間行ってきます。 実質14日 ?15 日まあ2週間行ってきます。で、いろんな方に予定聞かれるのでもう行っちゃうけど、6月19日、えー、サランスク、サランスクっていうロシアのすごい田舎町、すごい小さい、3万人とかしかいないのかなまあすごい小さい田舎町で、コロンビア戦、コロンビア戦、アこれをまず1試合目として見ていきます。続いて6月24日、2試合目、えー、セネガル戦がエカテリングブルク。 エカテリン、エカテリングブルクって場所であって、で、ロシアの結構真ん中の方なんだよね。まあ左寄りだけど、真ん中の方で。モスクワから結構遠いです。ちょっと日本寄りに戻る感じ。で、そこでセネガル戦があって、で、3試合目。3試合目、6月の28日。ポーランド戦。ポーランド戦。で、これはロシアのちょっと南の方ね。ボルグラードっていう街。 で開催されます。なので、まあ、順当に、順当に行くというか、グループリーグなので、全試合は一応、代表的には出れますが、まあ自分も何もなければ、とりあえず、この3試合はとりあえず行こうかなと思ってます。で、まあちょっとね、今、日本代表が監督交代だとか、全然試合、親善試合勝ててね、とか、2試合連続0点だとか、まあいろんな問題抱えてますが、<laughs> まあもう単純に、もう、いろいろ言いたいことはありつつ、もう単純に、ロシアの旅、 っていうのととワールドカップっってて雰囲気をねももうう楽しもうかなと思ってますだって、だってさ、めちゃくちゃま正直楽しみにしたわけじゃないですか、ワールドカップって。4年に1回しかないし。それを、ちょっとこう、外部的な要因で、ちょっとなんかテンション下がるんじゃなくて、もう、いいやと。もういいや。自分たち、楽しんだ方が勝ちだねみたいな感じなレベルでもう、とりあえず、楽しめればなと。 今思ってます。しかも今回は公認で行くので、ちゃんとね、動画とかでも撮って、別に何個撮れとかやれてないですけど、いつも通り、まあ、旅のものを撮って、YouTube なり、Twitter なり、Instagram でシェアできればなと思います。でちなみに、ちなみに YouTube はやっぱりアップロードするのに時間かかるので、もしリアルタイムな情報を知りたい方、Twitter であれば、アットマーク、アキラ、アンダーバーシエ。Instagram であれば、同じですね、アキラ、アンダーバーシエ。これをぜひ、チェックしてフォローしてみてください。 現地からリアルタイムの情報をガンガンンお届けしますこんな感じかな。いや、まさかね、今回選ばれるとは思ってませんでしたし、やっぱり普段この動画ね、見てくださってる皆さんのおかげで、月並みの言葉ですが <laughs>、皆さんのおかげで今回行けることになりました。はい。なので、その分しっかり撮ったり、なんか面白いのがあれば、おぉ、なんかね、面白いのが、 撮れれば、もしくは、まあ、いつも通りやればいいっていう話だとは思うんですけど、まあ、いつも通りやっていきたいなと、思います。何か、企画もの、あんま企画はやんないと思うけど、企画、例えばロシアでなんちゃらやってみた、みたいな、のがね、あれば、撮ってこようかなと思います。ちなみに、ロシア興味ある方、僕、えー、冬に年越しでロシアに行ってまして、その動画がね、全部ロシア旅行記という形で、あげてあるので、ぜひ、合わせて、チェックしてみてください。では、 また良い旅ができることを願って。ではまた。ボンベヤジ。バイバイ。